ばんは、ランタナチャンネルのタナです。今日は、尼崎のアマレンに来ております。2回目ですね。今日はですね、1600本、結構王道の練習ですね。よく言われているのがリカバリーの、サイズにもよるんですけど、1006本やった設定タイムの投資のタイムで 5000m 引けるというのが、まあ大体通例ですかね。だからこの練習自体はすごく王道の練習ですね。ということで今日は1006本、3分5秒1つ目安に頑張っていく、いきたいなというふうに思ってます。こちらの尼崎の陸上競技場の中で行われているアマレンですけど、水曜日の20時から毎回行われているそうです。アップはですね、皆さん大体事前に来て行って、8時から競技場が開くの でそこから中に入って、みんなで流しをしてスタートするという流れですね。基本的には300円で誰でも参加できるそうなので、もし興味があればですね、一度来てみてください。はい、1本目いきます。5、4、3、2、1、5。
ラストです、ここまで調子は微妙ですね。足がちょっと空回りする感じがあります。呼吸は大丈夫です。6本目頑張ります。イタリア行ったらスリに気をつけて。ミスった。もう一回。イタリア行ったらスリに気をつけろ。胸を。スーツケースにも気をつけて。はい、ということで、ラスト2分56秒で終わりました。動きには結構課題がありますけど、前9大点ということでリカバリーが長かったんで、まあ質よくとこなせましたね。いい練習になりました。ありがとうございました。はい、練習終わりました。久々のね、3分そこそこの、ペースでちょっとこうインターバルやったんですけど、インターバルというよりはちょっとレベルに近いですね。リカバリーが長すぎました。3分、まあ、台ぐらいで刻んで、7分持ちなんで、リカバリーが4分あるということで、まあ、あんまりね参考にならないかもしれないですね。僕としてはそのまずできてなかったいい動きがちゃんと練習の中に取り組めたの でやっぱり動かしているとハムがねやっぱりこう悪いですね。回ってこないというか、ふわっと浮いちゃうというか、空回りしちゃう感じがちょっとありました。まあそこはね、今の僕のやっぱりちょっと走ってる時の課題ですね。どうしてもスピード感がうまくこう走りに表現できないというか、ゆとりはねあったんですけど、なんかうまく走れてない感じがしますね。しっかり地面を捉えられてないっていう感じがします。多分ちょっと測定を意識しすぎて、踏み込みをね浅く考えすぎてるのかもしれないです。でそういう意味ではですね、やっぱちょっと走り方とかコントロールをもう少し意識しないといけないかもしれないし、こういう距離感の中でしっかり走る練習、こういうスピード感の中でしっかり走る練習をやっていかないとダメだなと思います。まあ、これからね徐々にこういうの練習しっかりやっていきます。今まで何が走った、今日の田中さんの動画に、バットマークお願いします。最後まで夢見させてくれてありがとう、ドラゴンです。はい、行きます。はい、チーズ。行きます。はい、チーズ。なんか面白いこと言いました。何も面白いこと言えないんですよ。ちょっとラブラブシーンでもいいですよ。僕と映っちゃった。はい、武井さんとラブラブ。はい、間に入らなくていい。橋本聖子間に入らなくていい。それ何ですか。これはプロテインです。プロテインです。はい、じゃあ一気飲み。今日のエンディングは一気飲みです。やばいよ。今日のエンディング一気飲みです。赤俺の丸、俺のダメなんですか。はい、ご視聴いただきましてありがとうございました。コメント返しになります。前回の動画になりますね。低評価たくさんありがとうございました。PKD、多分ヨシキ君からだとは思いますが、序盤、役者で草、よかったです。彼もね、役者なんでね、役者と言われるのは最高です。ありがとうございます。ガチランのクロさん、僕も同日に、国家国際でサブ 2.5 を狙います。お互い目標頑張りましょう。ありがとうございます。ガチャンのね、クロールさんともね、一番初期の段階からまあ交流があるんですけど、まあ、まだね、リアルにね、きちんと会ったことがないんですよね。まあ、いつかね、お会いできることをちょっと期待しておきますということで、お互い頑張りましょう。ダタビックさん、今後活躍、ネタバレになるので、マジ楽しみにしてます。怪我して以降のレースで、タナさんが、楽しんでいるの
のを見ていないですからね、勝ち進む田村さんが久々に大ですということで、ありがとうございます。そうですね、まあ勝つことがねもちろん全てではないんですけど、やる以上ね勝てるようにするっていうのがやっぱ一番いい勝ちかなとは思います。今後ね、レースがいくつか控えてる中で自分の目標をしっかり掲げてですね、それを達成するように努力していくっていうのが、まあ今やっている課題になってきますので、まあしっかり突き進んでですね、まあ今考えてるプログラムをしっかりこなして、湯本さんからいただいてるコメントのようにですね、まあそのプログラム全部こなした時に、まあ新しい田村さんがということですけど、まあまずね、怪我しないっていうのが一番なので、怪我せずにですね、今持ってるプログラムをしっかりこなして、次のステージに立てるように頑張りたいなと思います。皆さん、今後ともよろしくお願いします。ありがとうございます。いつもご視聴ありがとうございます。チャンネル登録はこちら、おすすめの動画はこちらです。みんな楽しく走っていこうぜ。すいません。